緊急告知式即日で融資します、貸し出します。こちらとかいうのはね、嘘はですね、詐欺です、詐欺じゃないんやけどね、そういうふうに誘導しているサイトなんでね。どうも、破産次郎です。いつもありがとうございます。ちょっと見かけたんですよ、その緊急小口式即日いう言葉でね、即日みたいな。で、実は、他の、サラ金ですね、俗に言うサラ金の、即日融資すぐ貸しますせみたいなサイトに誘導するというね、そういうサイトありましたんで、注意してくださいね。そこに借りるのは自由なんですけど、緊急小口資金はね、国がやってる貸付制度なんでね、無利子やし1年返さんでいいし、まずここ借りてからね、他金策借りるのは自由なんですけど、順番間違えんようにね、国のあの緊急小口資金は即日はまずないです。早くて2日いうとこあるんですけど、今は申し込みがね多いから、多分2日は無理やと思うんですよ。あと5日いうとこもありますけどね、ちょっと厳しいちゃいます。そこは自分のところの市町村にね問い合わせてもらえればいいんですけど、大阪の場合でね、2週間かかりますんで、申し込んで受付されてから2週間、2週間後に、振り込まれます。で、決定通知書みたいなのは振り込まれてから後に来るんでね、その辺も大阪の場合ですよ、他は知りませんけど、はい、そんな感じでございます。はい、どうも、はい、次郎ちゃんでした。こんなんです、こんなん出ました。はい、はい、はい、どうも、いつもありがとうございます。失礼します。チャンネル登録お願いします。